まあ、まっすぐのボールは当然ね、もう誰が、まあ、ビリヤード、ね、初心者の方でも、もう距離がこういう距離の短い距離でも、遠く離れた距離でも、まあ、ポケットに一直線であればまっすぐ当てればいいっていう認識はもうみんな分かってらっしゃるんですよね、はい、ただ少しこういう角度がついた場合の時ですね、こういう時に、まあ、初心者の方だと実際この1番のボールをポケットしたいんだけども、はい、当然黄色いボールの左側に当てようとは思ってるんですが、実際どの辺に当てたらいいのか、もう正確なところがわからないと、やっぱはっきりしたところを知りたいですよね、はいはい、その時に、まあ、一番わかりやすい目安としてまずこの入れたいボールのポケットから一直線上の真後ろに一つこうボールを置いてもらいます。しっかりポケットの中心に合わせてボールをしっかりと密着させてください。すると佐久間さんから見て、はい、この白いボールから見て今白いボールが黄色いボールに重なってますよね。はい、そうですね、はい、この重なりの部分に向かって白いボールを運んであげれば入るんです。黄色いボールが入るんですよ。あ、確かにこの今手玉とここに置いていただいたボールはまっすぐですね。はいはい、これをイメージしてここに打つということですか。そうですね、実際このボールはないんですよね、はい、あくまでも白いボールをここへ持ってきてくださいねって目安を置いてるんですね。わかりやすい、はい、でもなかなかここにイメージボールを持ってくればいいっていうのは、はい、なかなかわからないですよね。そうですね、一般の人はねもうみんな勘でやっちゃうんでね、勘でやってしまうと1番のボールがポケットから外れてここへ来たりここへ来たりね、いろいろなってしまうんで、本当の正確な厚みっていうのは覚えないんで、こうしておいてもらえば簡単に分かると思います、はい、正確な厚みというのは、まあ、要するにこの白いボールと黄色いボールの重なりですね。重なり、はいはい、これが見えるようになれば、そうですね、もう、はい、これが何回も何回も練習して上達してくれば、実際このボールがなくてもある程度イメージできるようになります。初心者の場合は楽しくゲームをするんだったら、まあ、試しにこれを置いてみて、まあ、ゲームをしてみるっていうのもあり。そうですね、はい、その方が早く上達すると思います。あ、なるほど、はい、やっぱり勘でやってるようなね、こうやって置いてもらった方がそこを覚えやすいんでね、はい、で、白いボールにまっすぐ向かってくださいね。はい、少しちょっと左の方に向いてるんで、もう少しこうですね、はい、はい、でボールの中心を見合ってくださいね。中心ですね、はい、はいはい、今でだいたい佐久間さんから見て白いボールにまっすぐ向かってますか。はい、まっすぐに向かってますか。はい、はいはい、そしたらこれ抜けますね、覚えてくださいね、はい、今じゃあ力入れずにそのままスーッとボールの真ん中をついてください。そうですね、おー、すごい、イメージボールすごいですね、はい、もうものすごく分かりやすいですね。つい今まで置いてたので、はいはい、分かりやすいと思います。分かりやすいですね、はいはい、まあ、それとね、一つやっぱり忘れてはいけないのは、はい、やはり今結果佐久間さんはボールをポケット、きれいにポケットしましたよね、入れましたよね、はいはい、ただ入ったのはいいんですが、白いボールが、はい、こう当たる瞬間を最後まで見とってほしいんですよね。当たる瞬間まで、入ったからって喜んでたから当たる瞬間を最後まで見とけば、はい、あ、今の半分ぐらい当たったかなとか、3分の1ぐらいだったかなとか、はい、っていうことで徐々に覚えてくるんです。そうすることによってもうイメージボールを置かなくても入れるようになります。はい、あ、じゃあそうやって感覚をどんどん身につけていく、はい、ということですね。最後まで見るということはもう顔も体も動かさないんで、ヘッドアップを防ぐ原因にもなるので、一番大事なことです。はい、わかりました。イメージボールすごいですね。